スパンクロックはアメリカ合衆国はフィラデルフィア出身のヒップホップグループである。彼らの発信する音楽はボルチモアサウンドなどとも呼ばれる。オルタナティブヒップホップといったアンダーグラウンド系のヒップホップシーンからの影響が色濃いスタイルを取るが、一方でクラブシーンとのクロスオーバーを反映するようにデジタルエフェクトやブレイクビーツを多用する。 エレクトロトラックを全面に展開している。ケミカルブラザーズとは、キープマイ・コンジャーで共演し、ネオンネオンのアルバム、ステンレススタイルでもゲスト参加を行うなど、他ジャンルのミュージシャンとの交流も盛んである。ボルチモアのアンダーグラウンドシーンを賑わす存在であったスパンクロックは、その噂をいち早く聞きつけたリップロの開催を受けて、 MIA とのコラボツアーを行い大きく注目を集めた。その後、有力レーベルの忍者チューン参加で気鋭のヒップホップ、レーベル、ビッグダダより2006年にファーストアルバム、ヨヨヨをリリース、同作は、クラブ、ヒップホップ系リスナーを中心にゴールドディスク獲得の大ヒットを記録。同年の多くの音楽賞にノミネートされる高評価を受けた。 同じ2006年4月に発来日、同年のサマーソニックへの出演も果たしている。DJ ケンタロ、フリー DJ ケンタロ、エンター。ありがとうございます。